皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はこちら雑誌2冊です。グローと大人ミューズ順番に開封していきます。それではまずはグローの方から開封していきます。はい、開封いたしました。今回グローの付録はメンソレータムのリトルナースポーチ2点セットとなっております。そして宝島チャンネルの購入特典としてこちらがついておりました。はい、こちらはロート製薬から出ておりますリップザカラーのキャメルブラウンになっております。はい、宝島チャンネルで買わないとついてこないんですけど、一応開けておきましょう。こちらのリップが特典としてついておりました SPF263+ と記載がありますけど、唇は日焼けしないんだと思ってましたけども UV カット付きとなっております。はい、このように開けておきましょうか。こんな感じの、はい、リップがついております。それでは今回の付録2点セット見ていきたいと思います。はい、まずはこちらの丸い方なんですけれども、こちらはメンソレータム軟膏の丸い缶のケースですね。そっくりのポーチとなっております。そしてこちらが昭和時代からずっと親しみのあるデザイン、リトルナースさんです。全く年を取らないのは羨ましい限りです。そしてこちら手に持っているのは何でしょうか。おそらく仕事中にお菓子を食べようとして見つかったシーンではないかと思います。大変可愛らしい表情が印象的です。ポーチの素材に関しましては PVC が使われてまして、まあ、白いポーチですけど汚れにも強い素材になっているかと思います。そして裏側も見ていきましょう。裏面は真っ白の無地の状態となってます。はい、そして開口部はこちらのジップ仕様でホワイトの持ち手が付けられております。でこのようにジップの動きも丸くなっている部分、スムーズに動いてくれます。で中の方開け、こちらも有名なマスコットキャラです。それでは中ご覧ください。内側も真っ白でポリエステル生地が使われております。はい、まあ、このように丸い形をしていて可愛らしいポーチになっております。でここはクッション性はありませんので、はい、かなり薄い素材にはなっております。中に入れるものとしましてはもちろんメンソレータム軟膏入るんですけど、まあ、常備薬として家にあるかと思ったらなかったのでちょっと入れられないんですけど、こちらリップスティックはありましたので入れてみます。こちらとか、あとは先ほど特典にあったちょっと長めのリップとかですね、あと私いつも持ち歩いてますけどこの除菌ジェル入れたりとか、あと目薬を入れたりとか、まあ、そういった小物入れにぴったりのケースになっているかと思います。その他としましては最近ハンドクリームは毎日これ使ってるんですけど、ニビアの大きい缶のやつですね、これがすっぽり入る、まあ、そんなサイズになっております。はい、ということでポーチですのでそんなにお伝えするところはないんですけど、最後に念のため容量測定だけやっておきたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ルマンド？ポーチの容量は10ルマンドです。ルマンド食べたい丸ポーチおすすめとなっております。はい、続きましてこちらですね、リップ型のポーチ、そっくりポーチとなっておりまして、こちらも再現度が非常に高く仕上がっております。こちらの住所も書いてありますからね。はい、このようになってまして、素材は PVC、 先ほどの丸いポーチと同じでございます。でメンソレータムのリップスティック持ってきました。このように、はい、ほぼ同じデザインとなっていると思います。はい、すべて大文字で書かれてありますね。こちらは、はい、私が持ってるスティックとは微妙に違いますけれども、あ、こちらのリトルナースさんの絵柄は同じですね。よく見ますとやはり何か持ってますよね。これ何を開こうとしてるんでしょうか。ただ表情を見ますとしまったって顔してますので、やはりつまみ食いを見られた感じではないでしょうか。はい、そしてこちらの住所が書かれてあるところも、はい、微妙にちょっと位置は違いますけれども同じとなっております。はい、そしてこちらのポーチ、もちろんこちらジップついていますので、中開けていきましょう。
グリーンの持ち手が付けられてまして、はい、ジップの動きも全く問題ございません。では中見て、ポーチの容量はシックスルマンドです。はい、ご覧いただきました通り、こちらのポーチはルマンドを入れるためのポーチとなっております。もしかしたらルマンドポーチが出る場合はこのような形になるかもしれませんよね。はい、それでは中も写しておきましょう。内側はポリエステル生地が使われてます。先ほどの丸いポーチと同じです。でこちらもちろんルマンドだけではなく、このリップスティックを入れたりとか、あとペンケースとして、まあ、こういった万年筆、ボールペンなんかも入れることができます。はい、まあ、このように付録でしか手に入らないデザインとなっておりますので、こちらぜひチェックしてください。ということでここまでグローの付録紹介してきました。それでは来月号の予告をしておきます。来月号のグローの付録はこちらとなります。ル・クルーゼミッキーマウスデザイン保冷ビッグショッピングバッグです。はい、ご覧ください。これまた可愛らしい保冷バッグ、そしてビッグなバッグとなっているようです。ご覧の通り、ミッキーさんが正面にいらっしゃいます。若干腰に手を当てているところが心配ではありますけれども、持病の腰痛がまた出ないように気をつけてもらいたいです。でこちらですね、ポイントとしましては、まあ、開口部はこの、手の形をしたダブルジップ仕様となっています。でブラックとこのレッド、ミッキーさんのこのね、あの体の洋服みたいなカラーリングとなっております。そしてこちらご覧の通り、 1.5 リットルのペットボトルがこう立てて入れることができる、そういった大きさになっております。で、まあ、カゴに入れるとこんな感じですよね。で大容量のこういった野菜とかのお買い物にもぴったりとなっております。そして付録ではないんですけど、ル・クルーゼから6月1日発売のミッキーマウスコレクション、まあ、こういったものが登場しますよという、まあ、こちらに書いてありますので、まあ、限定コレクションということで、2020年に発売されて大人気だったんですけれども、今年また再登場ということで、はい、気になっている方もこちら6月1日発売チェックしてください。ということで来月号のグローは5月27日発売です。楽しみに待ちましょう。大変お待たせしました。続きまして、大人ミューズ開封していきます。はい、開封いたしました。大人ミューズの付録はアメリ塔の上のラプンツェルデザイン、幸せを呼ぶ白いミニ財布です。それではちょっとアップにして写していきます。はい、まあ、白い財布の付録ってなかなかないんですけども、今回こちら真っ白の美白な財布となっております。では写していきましょう。ご覧ください。こちら、ちょっと光って見えにくいかもしれませんが、ラプンツェルさんが、こちらにプリントされております。とても綺麗な髪の長い女性といった感じですよね。はい、シルバーのこのラインでプリントされている、そして美白がとても際立っております。そして塔の上のラプンツェルということで、これ今実際塔の上にいらっしゃるんですかね。この体勢はちょっと危険じゃないかと心配になります。お財布の素材なんですけれども、こちらは合皮素材が使われておりまして、とても質感が高いですね。ちょっと乾いた感じの質感となっております。サラサラの手触りです。で正面で、裏側見ていきますと、こちら、アメリのロゴが、こちらは片押しのデザインですね。はい、シルバーのロゴが入っております。はい、そして上から見ますとこうで、横から見ると、はい、下から見るとこんな感じで、まあ、サイズも手のひらサイズでとてもコンパクト、持ちやすくなっております。で装備を見ていきますと、まずこちら開けていくとパチッとスナップボタンで、外側にコイン収納があります。こうです。はい、マッチはこれくらい開きますので、後でいろいろ入れますけれども、はい、十分ではないでしょうか。そして正面に戻りまして、こちらもパチッと開けますとスナップボタンですね。三つ折りタイプで、中はお札入れがあります。そしてこちらにはカードポケット、
縦に差し込むタイプが3つのポケットがついております。内側もこのように真っ白となってまして、とても清潔感のある仕上がりとなっております。そして似たタイプの大きさで付録にあったのはこちらリトルミーさんのお財布、そしてクレーサスの財布ですかね。で特にこのリトルミーさんのこちらムック本にはなりますけれども、はい、サイズはほぼ同じで同じく三つ折りで、外側にコインケースがついているのは同じ感じになっております。で今回のこちらの質感がですね、本当ムック本にも引けを取らない、とてもいい仕上がりになっておりますので、これはかなりお買い得ではないでしょうか。でクレーサスの方と比較するとちょっと大きめですけれども、はい、まあ、今回十分小さいお財布になってますので、ミニ財布探している方はおすすめとなっております。それでは実際にお金を入れていきたいと思います。まずお札からいきますね。こちら3枚持ってまいりました。でお札はこちらです。でスッと入れていきますと、はい、一番今下まで入れるとこんな感じになります。はい、すっぽり入りますよね。で横幅もですね、これくらいの余裕がありますので、でこの開口もですね広く取れますので、出し入れは全く問題ないかなと思います。ただこの三つ折りタイプですので、このように折りますと、やはり跡がついてしまうというのは、はい、まあそのあたりはしょうがないかなというところですよね。そしてカードポケット、まず中央に一つ入れると、あ、これくらいまで入ります。まあこのあたり見えてますので、まあ、カード何か分かりますよね。はい、そしてこちらにももう1枚、さらにこちらももう1枚入れますと、はい、まあ、3枚はもちろん余裕で入ります。この状態で締めると、あ、でもこの状態で締めるとちょっと急にきつくなりますね、あのカードが入ったことで、はい、このようになります。はい、なんできつくなったかなと思って見てたら、この部分に入れているカードなんですけど、こっち側に寄せてしまうと、この締める時に分かりますでしょうか、ここにこう干渉してこう硬くなった感じがしたんですよね。ですので、この左側のカードポケットはこっち側に寄せる必要があるという、はい、こうなりますので、はい、そのあたりは微妙な、はい、カード入れになってるのかなって感じですね。そして続きまして、同じカードポケットに2枚ずつ入れて、今6枚入れてみました。そうしますと、はい、閉じますとこれくらい広がります。はい、ちょっとたくさん入っちゃったかなっていう、そういったちょっとですね圧迫感が多少出てきますけれども、はい、6枚入れても特に問題ないかなというところです。でカードはたくさん入れれば入れるほど、こう畳んでいった時に、最後にこう来る時にここがですねちょっとこうきつくなってくるかなってとこですね。続きまして小銭に行きたいと思います。こちらパチッと開けまして、今小銭10枚持ってきてみました。でこちらをチャラッと入れますと、はい、どうでしょうか、このように見えます。マチもこれくらいありますので、この開口も、まあ、そんなに狭いって感じはしないですよね。ですので上から見下ろして、例えば500円玉取ったりとか、10円玉ですね、1円玉もしっかり見て見分けて取り出すことができますので、はい、10枚くらい入れておく分には全く問題ないかと思います。で締めてみますと、はい、こんな感じでちょっと膨らんだ感じはありますけれども、まあ、全体的にまあコンパクトに持てるのではないでしょうか。はい、ということで一通り見てまいりましたけれども、あとは使い勝手、まあ、このタイプのお財布よく出てるので大体わかるとは思うんですけど、念のためいつものコンビニ行っておきたいと思います。あ、店長こんにちは。あ、いつもありがとうございます。今日はですね、あ、このバッグですか。あ、これですね、あの ET のコラボのバッグで付録で付いてたんですよ。はい、まあ、ET 見たことないんですけどね。あ、店長は見たことある。あ、そうなんですか、羨ましいです。今日この回で借りようかなと思って、この店でレンタルやっている ET もある。あ、そうなんですか、じゃあお願いします。はい、自宅に送る。あ、ありがとうございます。送料無料ありがとうございます。漏れなくルマンド3つありがとうございます。
さすが店長、とんでもないサービスやってますね。じゃあぜひそれで手配お願いします。まあ、金額無料なのはありがたいんですけど、ちょっとこちら使ってみたいんで、あ、いつものようにお願いします。はい、あ、ET ルマンドセットが750円ですね。わかりました。ということで750円支払うとなりますと、そうですね、どうしましょう、1050円でいきましょうか。で、まあ、千円札はこうパッと開けまして、はい、千円札スッと取り出せます。で、ポイントカードはここで取り出したりとかできますよね。はい、で、あとは50円はこちらのコインケースからこのように、はい、見て取れますので、50円玉がありましたかね。ありました。50円玉を、はい、で1050円でお願いします。では1050円のお返しですね。で、こちらお釣りをもらった場合は、はい、またここパチッと開けまして、小銭をスッと置きます。そしてパチッと止めて、今度はこちらを開いて、で、お札をスッと入れるということで、このあたり、はい、全く問題ございません。で、今回私購入したのもこの位置もピタッときますので、とても使いやすく仕上がっております。はい、あ、それでは店長、 ET ルマンドセット、はい、待ってますんでお願いします。じゃあまた来ます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまで大人ミューズの付録、アメリの塔の上のラプンツェルデザイン、幸せを呼ぶ白いお財布紹介してきました。とてもこれ質感が良くて使い勝手も抜群です。で、この美白のお財布、なかなか付録で出ませんので、はい、気になった方ぜひチェックしてください。それでは来月号の予告をしておきます。大人ミューズ来月号の付録はこちらです。来月は通常号と特別号の同時発売です。はい、来月は可愛いぬいぐるみ、ふわふわのファーファーベア、ぬいぐるみポーチと柔軟剤1回分のセットとなっております。こちらですね。はい、どうでしょうか。ふわふわのこの可愛らしい笑顔、デザインとなってまして、ボールチェーンももちろんついてますね。で、背中から、ジップ付きで、はい、このように飴とか入れられるということですね。はい、で、セット内容書いてありますけど、全身のポーチと、はい、こちらの柔軟剤のセットとなっております。こちらです。はい、これまた新しい仲間が増えそうですね。で、続きまして、特別号はこちらです。ぬいぐるみフェイスポーチと柔軟剤1回分 ×2 個のセットとなっております。こちらは顔のみということになってます。で、フェイスポーチということで、背面にはもちろんポケットがついているということです。で、ボールチェーンがついてまして、まあ、顔のみ、先ほどのポーチの顔のみとなってますね。はい、サイズはおそらくこの顔だけで比較するとこちらの方が大きいんだと思うんですけど、はい、顔のみか全身かの違いとなっております。で、柔軟剤はこちら2個ついてますので、はい、悩ましいところですね。まあ、どちらも欲しくなっちゃう通常号と特別号は来月5月27日発売となっておりますので、楽しみに待ちたいと思います。ということで本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。